皆さんこんにちは。引きこもりアワーの時間です。さてさて、本日もどのようなお便りが待ってますか。早速行ってみましょうか。じゃん、ペンネームサンピアさんよりいただきました。サンピアさん、お便りまたまたありがとね。とっちゃも嬉しいですから、というようにですね、とってもをとっちゃもって言ってみました。これは言い間違いじゃなくて、あえてちょっとチャレンジして言ってみたんですけれども、ちょっと創意工夫にはなってました。まあ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 、工夫はされてましたけれども、そうですよね、なんだかよくはわからない表現ですよね。それは僕も思いました。でもたまにはこういうのもいいんじゃないでしょうかね。ではそれでは、サンピアさんのその気になるお一言拝見いたしますね。じゃん。あ、これはなんとなくわかりそうでわからなそうで、もしかしたらという心当たりのありそうな、そんなお一言でございますよ。はい、まあそうですね、多分で、よろしいでしょうか。多分そうなんじゃないかっていうような、そういうことは思い浮かびました。はい、では簡単にご説明しますね。簡単にご説明しますと、とっても大切なものを、そうですね、数を数えていたらその数が若干少ないんじゃないかと、そういうようなお一言でございますよ。はい、そのじゃあ大切なもの、これについてもうちょっと深く触れてみましょうか。大切なものというのは、この今の世の中には欠かすことのできない、目って言っちゃいそうになりましたよ。危ない危ない、そんなところは隠さなかったですね。ですね、口やお鼻、これにかぶせてつけるものでございます。はい、目ってなんで言いそうになっちゃったのか、僕はちょっと自分を疑ってしまいますよ、本当に。はい、なんとなく隠すということを言うことによって、目って言いたくなっちゃったんでございますね、きっと。なんとなくその、じゃあ大切なものという僕が表現したことに関しましては、お分かりになられたのではございませんでしょうか。それをですね、はい、その数を数えて、数が少なくなってるっていうような、はい、そういうことでございます。そのこのフレーズがですよ、このフレーズが僕の中では怪談というのは幽霊のお話の方です。その幽霊のお話に出てくるフレーズを使われているんじゃないかと、僕はそう睨んでいると、そういったわけでございますよ。どうでしょうかね、これはもうサンピアさんしかお分かりにはなりませんが、この一言を捉えたときに、そのフレーズ、その階段のフレーズと、まあまあ合致しているんじゃないかと、はい、そうは思いますね。多分そうですよね。ご覧になった方も、ああきっとそうだよって思ってくださる方がいらっしゃると信じます。はい、それにしても最近思いましたけれども、怪談って本当にテレビではやらなくなりましたよね。僕これ大好きなんですよ、怪談。はい、それぐらいちょっとそれぐらいとは言いましたけれども、
どれぐらいだかはちょっと分かりませんけれども、やらなくなったなっていうことが寂しくて仕方ございません。昔はもう毎日やってるものもありませんでしたでしょうか。ほぼ毎日やっているような、夏の期間毎日やっているような、そうした番組もあったほどですのに、最近のやらなさ加減には僕は本当に寂しくて仕方ございません。あー、やってほしいな。来年はやってくださいますでしょうかね。そんなことを期待しながら、そしてこのお一言にその気持ちを乗せつつ言わせていただきたいと思いますよ。ではでは行ってみましょうかね。サンピアさんよりの一言、それではサンピアさんよりの一言どうぞ。1枚、2枚、3枚、マスクが1枚足りない。